はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチームリキョーチャンネルご覧いただきありがとうございます。それでは、日曜日に行っているスチーム最新情報、話していきたいなと思います。AAA タイトルが続々登場ということで、割と今週、配信されたゲームを含めて有名どころのタイトルが登場しているなっていうところを、見ていただければなと思います。はい、その他スチームに関する情報とかね、盛りだくさんなんで最後まで聞いていただければ嬉しいです。はい、まずですね、はい、2月7日、もうすっかりおなじみになりましたが、はい、2月7日からスチームの体験版を遊べるネクストフェスが、開催されます。2月6日の、ごめんなさい、2月7日の午前3時から2月14日の午前3時の期間に開催されます。はい、ゲームの体験版が配信されるほか、開発者による配信などでインディーゲームを盛り上げる期間となると。体験版の配信は、期間限定になるケースがあるので見逃さないようにしようということで、もうすでにね、このネクストフェスでどういうゲームが、扱われるかっていうのは、ここの、Steam の、YouTube チャンネルですね、そこで明らかにされていますので、そちらを見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ここを見るとですね、はい、こんな感じで、時間割でね、はい、書かれています。フェイク、ヒートであるとか、はい、ラッシュアウェイとかね、はい、スプリートフォールであるとかね、はい、そういう、ゲーム、まあ、割と聞いたことあるような、ゲームが、列挙されていて、体験版が遊べる内容になっていますので、はい、皆さんもぜひ、遊んでみてください。まあ、ここで話題となって、そのまま売り上げにつながるインディーゲームもたくさんあるんでね、どれも力作ぞろいなので、はい、ぜひ遊んでいただければなと思います。はい、そして、Steam ラボという Steam の実験的な、機能の追加で、それがこう好評だと本機能に追加されるものがあるんですけれども、それの15、実験15ですね、ダウンロードコンテンツのディスカバリーハブというものができました。はい、それはですね、この、Steam のところからですね、ラボっていうところを選んでいただくといいのですが、この一番上のストアのところの、ですね、ラボってあるんですよね。はい、ラボのところで見ていただくといいと思います。はい、ここで、はい、進行中のその、ラボであるとか、まあ、過去の実績ということで、もうすでに実装完了して決まったものもあるんですね。まあ、その中で、今回ダウンロードコンテンツディスカバリーハブというのはこの15ですね、おすすめのダウンロードコンテンツということで、これがどういうものなのかというと、ユーザーの、まあ、自分のライブラリー内のゲームを対象にダウンロードコンテンツを提案する機能、 Steam にサインインした上で利用する形となると。あなたのゲームのダウンロードコンテンツと、題されたこれですね、はい、1ページの情報がまとめられ、最上部にはライブラリー内のゲーム本数、保有ダウンロードコンテンツ数、そして保有していない利用可能なダウンロードコンテンツ数が表示されている。だから3027、自分の持っているゲームの中でまだダウンロードコンテンツ自分は持っていないことになりますね。はい、所有するゲームにおいて現在売れ行きが好評な人気ダウンロードコンテンツが、紹介されるということで、はい、DLC なんで、注目されるかというと、まあ、これを見たら分かりますよね。ゲーム数で持っているダウンロードコンテンツの割に、はい、まだ買ってない DLC が多いと。しかもこの3027のうち認知しているもの、自分が知っているものがどれだけあるかというと、ほんと少ないと思うんですよね。だからたくさん膨大なゲームの
があって、ゲームそのものが埋もれるっていうこともスチームの特徴としてあるんですけど、それと同じように自分の所有しているゲームの DLC ダウンロードコンテンツも埋もれてしまうっていうことがあるんですね。で、所有するゲームで人気のあるダウンロードコンテンツが示されたりとか、自分のゲームに対するダウンロードコンテンツ、まあダウンロードコンテンツの中にはこういう感じでこういろんな新機能が追加される DLC もあれば、こうスキンが売られる DLC もありますし、またシナリオそのものが追加される DLC とかもありますよね。だから一口に DLC といっても様々なんですが、でも新しいアイテムが増えたり、その新しい機能とかマップが増えたりシナリオが増えることで、また一度クリアしたその自分の所有内のゲームにまたさらにやってみようかなと、久しぶりにちょっと動かしてみようかなと思うきっかけになるのもこの DLC の特徴だと思うんですよね。まあそういう意味でこの DLC ディスカバリーハブを用いて、新しい DLC 自分が未体験の DLC に注目させることで、さらにその自分が持っているゲームですら充実したものになるのではないかという実験ですね。これはね、僕非常に盲点であり、いい機能だなと思いました。しかも今回こんな感じで、分かりやすくね、自分の所有しているゲーム、まあ自分の所有している懐かしいゲームを知る上でも役立ちますし、自分の所有しているゲームの DLC をこうやって見て、参考にするというか、購入できるかどうか、新しい発見があるかどうかっていうことを見る助けにもなりますし、なかなかいいのではないかなと思いますので、見ていただければなと思います。でこれね、最近プレイした順とかプレイ時間が多い順に相当かけることができるので、まあ何回も何回も、もう何十時間も何百時間もやって、まあオーフレームなんか1469時間やってるんですけど、まあそういうゲームの中であっても、あ、この DLC 初めて見たなっていうところがあるかもしれないので、まあそういうところを中心に見て、必要であれば購入して、また新しい感覚というか、今までそのゲームをやった時には味わえなかったようなものを味わっていくといいのではないかなと思いました。まあ、この、ラボ 15DLC ディスカバリーハブが正式実装されるかどうかはまだ分かりませんが、もう実験の段階でこれすごくいいものだということは分かりますよね。はい、皆さんもぜひこの、一番上のですね、このラボっていうところの、はい、おすすめの DLC、まあ、ここからぜひ触ってみてください。はい、そして Steam Deck 関連なんですが、これ Twitter であったんですけれども、日本、香港、韓国、台湾における Steam Deck の在庫状況についてアナウンスを公開したと。一部を除いたほとんど全てのモデル製品が各地域に在庫があり、予約なしですぐにご購入可能となったと。予約なしなんですね。で、国内販売に関してはコモドというところが扱っているんですが、はい、予約なしですぐに購入可能になるということで、より身近に Steam Deck が登場するということになりますよね。はい、今後は全てのモデルにおいて予約の待ち時間を待たずに即時での購入が可能となった。ただし日本では入荷待ちのため、64GB モデルについては引き続き予約販売を継続するようだ。またドッキングステーションにおいても即時販売に切り替わるが、同製品も日本と台湾では引き続き予約注文での販売となると。だから 64GB モデルとドッキングステーションについては変わらず予約ですよと。まあその他は即時買えるようになりましたよってことですね。はい、64GB モデルは59,800円、256が79,800円、512GB が99,800円と、でドッキングステーションが14,800円となっているということですね。はい、ぜひ、まあ、このあたりの、Steam Deck の情報も、あるので、まあ、徐々にね、こう一般化する助けになってきてるっていうことですよね。結局在庫がね、あってもすぐに届かなければなんかこう冷めてきたりしますよね。だからこう買いたいなと思った時に即注文できて即届く状態になるっていうのは非常にありがたい話ですよね。はい、ぜひ、この Steam のゲームをこう携帯機として遊べる Steam Deck 味わってみてください。そしてドッキングステーションであれば大画面のテレビに映してね、はい、普通に Steam を、プレイすることができるので、ぜひそういうところも、覚えておくといいのではないかなと思います。
はい。そして、話題の新作続々スチームページ公開ウィッシュリストへということで、ちょっといくつかの新作がもうすでにスチームページ来てたんで、ちょっと紹介していきたいと思います。はい。まずですね、ドリコムがプロデュースする東京ストーリーズという、アドベンチャーゲームですね。これがまたね、味があるんですよ、ドット絵でね。はい。なぜか誰もいなくなってしまった東京舞台に、いつの間にか消えた親友を探してさまよう少女の姿を描いた作品。青い色使いのピクセルアートと 3DCG の融合で、話題となった本作の制作には、プレイステーション3用ソフトレインに携わった、池田氏や寺島氏ら著名なクリエイターが参加。2月上旬には、台北ゲームショー2023での海外初となる私有デモ出展も予定されているとあります。はい。2023年、まあ、このね、ピクセルアートと 3DCG の融合ですね。今だからなせるグラフィック技術っていう感じしますが、はい。この作品日本語対応しています。ウィッシュリストに追加してね、待ちたいと思います。こういう味わい深いね、あのゲームも Steam で出るようになりましたよね。はい。そしてマドリカ不動産2が出ます。新物件の間取り謎ということで、本作は印刷した紙の間取り図にメモを取りながら物件の謎を解き明かしていくアナログデジタル謎解きゲーム。今作では謎解きゲームの制作団体タンブルウィードが制作に参加しており、前作のゲームシステムはそのままにボリュームアップした謎解きを楽しめると。さまざまなテーマで全20ステージが用意されており、時にはゲームをクリアするために間取り図を折ったり切ったり丸めたりすることもあるということですね。はい。アナログデジタル謎解きゲームっていうのがすごいですね。間取りに焦点があって、しかもこうパズル要素もあるという感じで、非常に新鮮なゲーム感が味わえるんじゃないかなと思います。はい。インターフェース字幕日本語あります。はい。こちらもウィッシュリストにもうすぐに入れることができますね。はい。そして個性的なホラー系のゲームですね。ロレッタっていうゲームなんですけど、これもなんか面白そうなんですよね。はい。1940年代アメリカの小さな町を舞台に、夫の不倫を乗り越え自分の人生を取り戻そうとする女性ロレッタの姿を描いた 2D ポイント&、クリック型アドベンチャーゲーム。夫の不貞だけでなく人身に多額の生命保険がかけられていることを知ったヒロインは恐ろしい計画を考え始める。ロレッタがその計画を遂行するのかはプレイヤー次第。エンディングは複数用意されているので、スリルに満ちた物語を何度も楽しめる。こういうなんか倫理観があるっていうこと、いうか自分だったらどうしますかっていう、この選択式アドベンチャーってなかなかこう没入する上で大事だと思うんですよね。自分だったらどう選ぶかで、これでこういうのの配信でやるとね、その人の人となりを知ることができることにもなるかもしれませんが、はい。インターフェース字幕日本語あります。断言エンターテインメントですね。有名なパブリッシャーです。はい。そして、4つ目ですけれども、はい。ヘイストキティっていうのかな、キャッツ号はストレイっていうことで、どっかに聞いたことありますよね。ストレイキャッツ。はい。2023年5月配信なんですけど、なんとこれはですね、ゴートシュミレーターとストレイを組み合わせたような作品と言われてるんですね。はい。オープンワールドサンドボックスゲームですけれども、はい、ゴートシュミレーター風を名乗るだけあって、ただ真面目にミッションをこなすだけが本作のゲームプレイではない。ショッピングモールで商品を片っ端から蹴散らしたり、街で車を乗り回したり、あるいは人間にちょっかいを出したり、熊に追い回されたり、猫にはルールなど無用、大暴れをして街を混乱に陥れと、はい。一応物語性があってミッションをクリアしていくんですけども、まあ、そこに至る過程は自由みたいな感じなんですかね。はい。5月楽しみにしたいと思います。日本語非対応ですけど、なんかそこまで言語を必要としない系のゲームだと思います。はい。以上、はい、4つのゲームが今回なんかリリースされることが決まって、しかもすでに Steam ページも登場しているので、まあ、このあたりウィッシュリストに早速ねチェックするなどしていただきたいなと思います。はい。ここから今週配信された主なゲームです。はい。24日、トム・クランシーズ、ゴースト・リコン、V
ブレイクポイントが出ました。はい、このゲームに関してはですね、今ねスペシャルプロモーション中で 80% の1848円で購入できる UBI ソフトのゲームなんですね。 UBI ソフトもう完全に Steam に戻ってきたって感じですが、本作は精鋭特殊部隊の一員となってさまざまなミッションを遂行するオープンワールドの TPS、 太平洋の島アウロアを舞台にドローンや技術を悪用する特殊部隊ウルブズと、ゴースト特殊部隊が激突。ソロプレイでは AI のチームメイト3名を率いてミッションに追加できるほ参加できるほか、最大4人までのコープマルチプレイにも対応しているということで、はい、賛否両論の評価になってますね。1万人以上の人が遊んでるんですけどね。はい、日本語対応しています。で、安いだけあって割と買ってる人もいると思いますが、はい、でもクラッシュしますとか書いてあるのがちょっと悲しいですが、はい、このね賛否分かれているのは非常に参考になりますよね。レビューどういうところがいけないのか、どういうところはおすすめなのかということが対比で分かりやすいので、自分は賛否両論のゲームとかも好きですけどね、それを分かった上で購入することができるんでね。はい、なんかこうプレイしたらなんかダメだったっていうこともあるじゃないですか。でも、もうあらかじめレビューである程度、あ、こういう危険なっていうかデメリットがあるんだなってことを分かっているとプレイしやすいというかね、そういうところありますよね。はい、続いてですが、魔法剣士というローマ字読みで魔法剣士というゲームですね。はい、本作は日本をモチーフにしたファンタジー世界セレスティアル諸島を舞台にしたデッキ構築型のカードゲーム。プレイヤーは腐敗した勢力に対抗する唯一の希望である魔法剣士を目指し、広大な 3D マップを縦横無尽に駆け巡りながら4つの武家の力を生かして脅威を克服していくと。はい、海外の人が描く日本が舞台、しかもこれ、ね、デッキ構築系のカードゲームって割と珍しいんですよね。こういうね斜め見下ろしのカードゲームはあるんですけれどもね、こういう日本を描くっていうのはなかなかファンタジー系日本みたいなね感じですよね。はい、インターフェースに字幕日本語あります。2月1日まで 10% の2520円となってます。はい、そして今回の目玉と言っていいのではないでしょうか、フォースポークンがついにリリースされました。はい、1月24日に PS5 版がリリースされたフォースポークンは謎の超現象、あ、ごめんなさい、謎の現象に巻き込まれて異世界アーシアに飛ばされてしまったニューヨーカーのフレイ・ホーランドがカフと名付けた魔法のブレスレットの助けを借りながら故郷へ帰るための冒険を繰り広げるというアクション RPG で、はい、まあ、異世界ものですよね。異世界ものがゲームとなったと。で、このルミナスプロダクションズっていうのがね、今ファイナルファンタジー、16かのスタジオでもあるんですよね確か。はい、あの最新の技術、グラフィック技術を生かしたルミナスエンジンっていうのが特徴の、ゲームですよね。はい、だから多分ねこれねスペックめちゃくちゃいるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、推奨がですね i7 の第8世代、ですし、グラフィックも AMD で RX6700、 そして NVIDIA で RTX の3070と割といりますよね。もちろん最低でこうフル HD とかそのモードを落とせば、グラフィックの解像度を落とせば1060でいけるってありますけど、それでも1060がいるっていうのはねすごいですよね。はい、まあ、このあたり参考にしながら、自分の、パソコンでいけるかどうかを確認しながらねやっていただきたいなと思います。はい、つまらなさすぎてびっくりしたとかねいう人、まあ、こちらも賛否両論分かれているので、さっきのゲームと一緒ですよね。はい、ゲームは非常によく作り込まれていると、おおむね面白い、うん、おー、ウルトラ設定の推奨スペック4080要求なんだ。もうこの辺はもう惜しむことなくハイスペックを要求してくるのがさすがルミナススタジオって感じですね。はい、自由度のなさにがっかり、
ストーリーのセリフは飛ばせるけどアニメーションは飛ばせない。いつまでも続くチュートリアル感。探索するぞからの一方通行。割とリニアな作りでもあるのかな。でもこれオープンワールドですけどね、多分ね。はい、パルクール、はい、まあ、実験的なゲームなので、こう他の追随を許さないという意味で、賛否両論になっているのかもしれませんが、なんかねすごいパルクールが自由な感じはしたんですけどね、 PV ではね。はい、まあ、いろんな意見があるようです。その意見を参考にしながらフォースポークン、ぜひ、プレイしていただければなと思います。そして、ネプテュニアっていうのかな、はい、ネプテュニア、シスター VS シスターですね。はい、ネプテューヌシリーズ正統スピンオフとなる本作は、ネプギアをはじめとする妹たちシスターズを主役とした完全新作。謎のスマートフォン端末マジフォンによって奪われた携帯ゲーム機のシェアを取り戻すため4人の妹が立ち上がる。ゲームシーンを彩るキャラクターモデルが一新し、キャラクターの可愛らしさもアップ。アクションと戦術が融合したバトルシステムのほか、おなじみの女神化とエグゼドライブも健在でダイナミックなバトルを楽しめるとなっています。はい、これがもう非常に好評が出ていますね。まあ、アイデアファクトリーの看板でもありますよね、ネプテューヌって。はい、10% の4635円で2月1日まで購入できます。はい、そしてですね、次の作品ですが、これがまたなんかちょっとね、なんて言ったらいいのかな、こうノスタルジック感があるというか、宇宙ロケットとか、そのこういうものをこう作成するシミュレーションなんですけどね、ロマンがある感じですよね。はい、本作は自身で 3D モデルのロケットや飛行機、車などを設計作成するシミュレーション。基本的な形のロケットのほか、多段式のエンジンを持ったもの、人工衛星、惑星探査機などさまざまなメカを作成できますと。ビジュアルプログラミング言語の、Visiによって、プログラミングを行うことで動作を自動化することも可能ということでね。はい、書いてありますがいかがでしょうか。はい、これ宇宙シミュレーションって自分は、ノマスカとかになるのか、自分はあれを浮かんだけどな、カーバルスペースプログラムをちょっと浮かべたんですけどね。はい、またなんか非常に好評ですし、新たな話題となる作品。こっちの方がなんかちょっとリアル予選な気はしますけどね、キャラとかもないのでね。はい、2月3日まで 35% の1332円、まあ日本語非対応というところもポイントだと思います。はい、そして次ですけれども、はい、ハイファイラッシュというゲームですね。はい、これがね圧倒的に好評もうついてるんですよ、26日配信でね。はい、最大のポイントは敵を倒していく 3D アクションとリズムゲームをがっぷり四つで融合させているところにあると。プレイヤーのアクションは BGM のビートと同期するようになっていて、ビートに合わせて攻撃ボタンを押せばタンタンタンと心地よくコンボがつながり攻撃力が増していく。主人公を操作しながらリズムに合わせてアクションをしていく感覚とありますね。はい、リズムゲームとアクションゲーム、しかもこのなんか絵がいいですよね、なんか漫画チックで。はい、日本語対応しています。はい、4355円で購入することができます。はい、そして続いてですけれども、こちらもねなんか面白そうなんですよね。ガーデンインというゲームです。はい、本ゲームは 3D の箱庭で展開するシングルプレイ作品。植物を育てて自分の好みの空間を作ろう。舞台となるサンドボックス形式の庭では好みの鉢、土、種を選んで植物の育成が可能。2つの種を組み合わせる交配要素も用意されていると。また植物だけでなく、庭を彩る装飾品なども用意されており、アンロックや位置から向きまでの細かい配置、部屋の色の設定等が可能ということですね。なんかすごい実際にないファンタスティックな植物を育てられそうな感じですけれども、はい、これがですねタウンスキャパー、まあ、だからその街づくりとしてはタウンスキャパーが一番なんか、類似品なんでしょうね。はい、インターフェース日本語あります。2月3日まで 10% オフの873円で、提供されていますね。はい、ぜひこう庭いじりとかが好きな人ね、
プレイしていただければなと思います。はい、そして続いてですけれども、デス・イン・ザ・ウォーター2、これ2ってあるってことは、まあ、続編になるのかな。はい、ほの暗い海底を探索しながら、宝物を収集し、サメや灰色の肌をした不気味な人魚たちと戦っていく一人称視点の水中サバイバルホラーシューティング。本作の舞台となるのは、とある古い漁村の周辺にあるブラックウォーター湾と呼ばれる海域。そこには何世紀にもわたって伝えられてきたいくつもの、奇妙な噂があった。それは、沈没した遺跡や財宝、幽霊のようなセイレーン、そしてデスと呼ばれる古代のクラーケの存在に関する伝説といったものだということで、それをこうスコアアタックがあるので、なんかこうそれを倒していくみたいな感じになるんでしょうね。はい、日本語対応しています。2月3日まで 10% オフの2070円になってますね。はい、なんかよくこう狙わないとなかなかこう自分の思い通りに攻撃できないような感じしますね。水中銃ってそうじゃないですか、なんとなく。なんか普通の地上の銃撃戦とは違う感覚が得られるんでしょうね、多分ね。ちょっとやっぱ弓矢とかに近いのかな、うん、ね、アーチャーとかに近いのかもしれないですけどね。はい、そしてまたまた UBI ソフト戻ってきた作品ですね。ウォッチドックスレギオンですね。はい、犯罪組織に挑むレジスタンスとしてハッキングを駆使しながら戦うオープンワールドアクション。登場する全住民が操作可能という野心的なコンセプトが特徴。舞台となるロンドンの街を歩く NPC にはタクシードライバー、弁護士、スパイなどの固有の外見およびバックボーンが設定されており、その全てがプレイアブルキャラクターとなっていると。本作には、固有の主人公は存在しない。プレイヤーは好みの NPC を仲間にして独自のチームを作り、戦いに身を投じていくと。ついにウォッチドックス最新作レギオンもスチームに登場したかと思われたんじゃないですかね、皆さんも。はい、4000人以上の人がね遊んでます。やっぱりこう変われますよね、チームに登場すると。もうこれだいぶ前に出た UBI ソフトで出た作品だと思うんですけれども、はい、フル音声までちゃんと日本語対応していますし、なんと今回のその UBI ソフト帰ってきたの特徴は、過去作がこんな感じで 80% オフとかね、めちゃくちゃ安いんですよね。はい、大盤振る舞いでなんかね、売られているっていうところも多分買われている一つの要因となってると思うんですけどね。割引率がすごい、最初からっていうね。はい、ぜひ、プレイしてみてください。はい、次ですけども、こんな圧倒的に好評のゲームがあったんご存知でしたか的なものですね。はい、ピザタワーというゲームです。本作はアニメ調のグラフィックで描かれる 2D のアクション、主人公の、ペッピーのスパゲッティっていうのかなを操作し、自身の働くレストランを守るべくピザタワーを破壊する物語に冒険に出ます。ハイスピードのアクションとリズムカルな BGM が特徴で、体当たりなどのアクションを繰り出しながらステージを突き進んでいくと。ワリオランドにインスパイアされた本作は、カジュアルながらもスコアアタックなどさまざまな遊び方で楽しめるのが魅力と。こちらもスコアアタックか。はい、カートゥーン丸出しのキャラですけれどもね、こういう圧倒的に好評になるものがあるんですよね。はい、これ日本語非対応なので、こう英語のみになっているので、なかなか検索に引っかかってこないと思うんですけどね。まあ、こういうゲームもねどんどん拾っていきたいとは思うんですけれども、はい、2300円で購入することができます。ワリオランドにインスパイアされたゲームであり、デモ版の動画などで気になってました。かなり前から開発しており、今年で、フルリリースされた。あ、これあれか、フルリリースバージョンだからか。圧倒的に好評。まあそうだろうな。なるほど。はい、今までアーリーアクセスだっていうことですね。はい、私はスチームデックでプレイしていますっていう人もいますね。ものすごいスピードで暴走するハイパーおじさん。はい、ということでした。はい、アーリーアクセスを抜けてね、こうやって正式ローンチされて話題になっているっていうのもいいですよね。はい、そして次の作品はビジュアルノベルですね。
はい、ナポレオン少女不可能という文字のない少女というゲームです。これがエピソード1になると思うんですけどもね。はい、Steam ナポレオン少女不可能という文字のない少女、本日発売、 iOS Mac 版発売中。アイセっていうのかな、アイセアキラオープニング主題歌担当、下月はるかエンディング主題歌担当、住本優っていうのかな、シナリオ担当ということで、はい、住本優さんがですね、はい、よろしくお願い申し上げますとツイッターしてたんですけれども、はい、で、Steam Deck サポートとちゃんとここで、Steam Deck に多分これ検索引っかかるようにしてるんだと思うんですけどね。はい、絵がね、すごく綺麗なので、いいですよね。で、この萌えソフトっていうのがですね、はい、ナポレオン少女をこう、出しているじゃないですか。で、萌えソフトとちゃんともう最初からこのオフィシャルウェブサイトに行けるようにもそうですけれども、ちゃんとこの、Steam 内のパブリッシャーページを作っているということは、なかなか今後が期待できる感じですね。かつて、まあ、プレイステーションのもそうでしたね。まだ一つぐらいの作品が出ている段階からプレイステーション のページができて、ね、気合い入ってこれから出しますよ匂わせる結果、まあ、デイズゴーンとかね、アンチャーテッドとか出ましたからね。はい、まあ、そういう流れがこのあるんじゃないかなと。この美少女系のビジュアルノベルも好きな方一定以上いると思うのでね、まあ、こういうチェックの仕方もいいのではないかなと思います。フル音声日本語対応しています。2月4日まで 20% の808円となってます。はい、Steam Deck で完璧に動作しますと。もうめちゃくちゃ Steam Deck 見据えてますけどね。はい、ぜひプレイしてみてください。そして、ドレッドテンプラーというゲームなんですけど、こちらもなんか面白そうなゲームなんですよね。はい、非常に高評の評価つけられてますが、もうこのドゥームを思わせるようなね、もうザ・妖芸ね、FPS レトロな、昔こんなんばっかりだったじゃないですか、 PC ゲームのね、 3D シューティング。はい、90年代の昔ながらなシューティングと現代の FPS の要素をミックスしたシューターと、戦闘は非常にスピード感にあふれ、全部で25個のステージ、約30種類の敵が用意されていると。武器のスキルも100種類以上存在しており、スキルのアップデートも含めるビルドの幅は無限大と言えるでしょうということで、二丁拳銃もありね、なんかストーリーもこのショットガンもありね、防眼もありみたいな感じなんですかね。あー、なんかでもこういうのストレス発散になるよな。で、ボスも出てきてドンドドドンという感じですね。はい、日本語対応しています。2月3日まで 15% オフの1742円で購入することができます。はい、そして昨日ですかね、土曜日に、まあ、トップページね出ていたのであれですけれども、まあ、デッドスペースという、ゲームがリリースされて、これは復活ですね。本作は2008年に発売された SF サバイバルホラーデッドスペースのリメイク版。プレイヤーはアイザック・クラークとなり、異形のモンスターネクロモーフがうごめく巨大採掘船 USG 石村に隠された秘密を解き明かしていくとなってます。これはエレクトニックアーツのゲームですね。で、3万人以上が遊んでいると。で、日本語対応しているゲームですね。まあ、これも AAA タイトルと言っていいんじゃないかって思う出来ですよね。アイザックさんが喋りますって書いてますけど、はい、現在チャプター4までクリア、シリーズは1から3経験済み。はい、ぜひね、おまくにが解かれたこういうゲームにも注目して、プレイされると、この妖芸のね歴史も知ることができるのではないかなということで、おすすめです。はい、そして最後ですね、アリスエスケープと、はい、リリースされております。はい、これはでどういうゲームかというと、本作は不思議の国のアリスをモチーフにした世界を舞台にした 2D 探索アクションゲーム。プレイヤーが操作するのは大きなハンマーを使った近接攻撃主体のウサダ、
サブマシンガンや、ボブなどの遠隔攻撃を得意とするコトラの2人の少女と、操作キャラクターを切り替えながらコンボをつなげていく爽快な、2プラトンバトルアクションが楽しめるのが特徴と。なるほど、2人のキャラを、用いて切り替えながら戦っていくと。はい、やや好評の、ゲームになっております。はい、日本語対応しています。2月4日まで 10% の1782円で購入することができるので、ぜひ一度、購入してみてください。はい、おおむねね、はい、レビューもおすすめだったですね。はい、ぜひプレイしてみてください。メトロイドバニアでもありますね。はい、以上、今週は AAA タイトルから、良質の、ね、インディーゲームまでさまざまなゲームがリリースされているので、ぜひ、まあ、日本語を対応しているもの以外の、ね、ゲームにも注目しながら楽しんでみてください。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。そして売上トップ見ていくと、はい、デッドスペースがやっぱり売れてますよね。で、来月出るホグワーツレガシー新作、が来ています。はい、そしてエーペックスレジェンズも相変わらず、上位ですし、はい、ワーランダーというねゲーム、はい、1月25日に出たゲームですけれども、はい、無料プレイのゲームですね。バトルに参加ということで、こういうね無料プレイも本当に今オンライン PVP を中心に Steam で流行ってますからね。はい、もうお金をかけなくていいんではないかという感じはしますけれども。はい、で、ウォッチドックスレギオン、ハイファイラッシュなんかも、さっきね、紹介しましたけれども、上位に来ている結果になってますよね。はい、こんな感じで、まあ、売上トップの中から新作ゲームを探してみたいと思うならば、まあ、リリース日なんかをこう、クリックしていただくと、まあ、まだ出ていないゲームもたくさん来るんですけれどもね、まあ、新作ゲームで、もうすでに予約の段階から売れてるものをこうやって列挙することができるので、まあ、有名どころのゲームがワンサか出てくるんですよね。ストリートファイター6であるとか、レッドフォール、バイオハザードリメイク4とかね、はい、ラスアスであるとか、はい、オクトパストラベラー2とかね、龍が如く維新とか、はい、ホグワーツレガシーも出てきますし、まあ、こういう調べ方をすると、新作を、で売れているものをチェックしやすくなると思うので、まあ、こういうのも一つ機能として覚えておくといいと思います。ではまた来週、金曜日、Steam のセール無料情報をお届けする週刊 Steam 通信、そして日曜日の最新情報、またお届けしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドクリックお願いします。だから来週は、あれかな？ Steam Next Fest の最中になるのかな？はい、多分そうですかね。Steam Next Fest が2月7日からか。あ、ギリギリ違うのか。あ、最新情報では、ネクストフェスを紹介できるのかなっていう感じですね。はい、まあそのあたりも、レポートしていきたいと思います。ではまた、ユーロでした。バイバイ。週刊スチーム通信は毎週金土18時半。来週もまたご視聴ください。バイバーイ。